み始めて、ここは不便だったな、不便だなっていう点は、うん、低いよね。ちょっとね。イメージがあると思うんだけど。私が来て思ったのは、そんなに変わらない。次は、良かった点。海が綺麗です。海は、そうなんだ。仕掛けちゃいます。老若男女関係なく。そう、本当に。はい、さーい。沖縄のライフスタイルを発信してます。まとま TV の健太郎です。福岡出身、沖縄移住4年目の美穂です。沖縄に住み始めて、ここは不便だったな、不便だなっていう点は。仕事の選択できる幅がちょっと少ないかなっていう。ちょっと低いよね。ちょっとね。あ、最初に帰った時の会社なんかも12万、10万。今振り返ってどうやって暮らしてたのかなみたいな。そうですね。沖縄だとやっぱりその接客業でしょ。あとコールセンターが多い。多い。から、はい、安そうだよねみたいなイメージがあると思うんだけど。私が来て思ったのはそんなに変わらない。スーパーとか行っても、はいはい、お野菜とかも。もしかしたらそう。県外の方が安かったか、私が住んでるところの方が安かったかなっていう。でもね、県産野菜は安いのよ。あ、やっぱり新鮮で、あの値段も安いの。まあ、でこっち出るけど、あのファーマーズマーケット。ああ、ありますね。ファーマーズマーケットはすごいおすすめで。うんうん、次は良かった点。飲みに行く機会が増えて、うん、そこでまあ出会う人、うん、友達とか増えたなっていう印象はありますね。ははははやっぱ沖縄の人ってみんな人懐っこい感じ、うん、結構シャイな部分あるんですけど、多分話しかけてほしいオーラは出てるかもしれない。あで、それを察知してみよちゃんは話しかけるの。私言っちゃいますね。そうなんだ。話しかけちゃいます。最初さ、話しかけるときってどうやって話しかけるの。飲みながら老若男女関係なく。そう、本当にこの人は話しかけていいかなみたいな。あ、なんか出てんだ。出てるんです。ちょっと話しかけてほしい。向こうもちょっと興味あるけど、でもなんか自分から行くのは、そうおーみたいな。そうと、あとはね、沖縄といえばあれですよ、うん、自然、うん、海が綺麗です。海が綺麗、ね、海綺麗。海はね、本当にね、うん、福岡出身のみよちゃんから見てもやっぱり沖縄の海は、はい、あ、これはもう誇ってもいいなみたいな感じ。誇りましょう。はい。まあ沖縄に移住したらぜひとも海には入って、まあ、日々ね、今日海入ってというか海あるからすぐそばに。そうなんです、まあ、海と共にね、うん、そう暮らすっていう、はい、見るだけでもいいし。そうですね、興味が出たらもうジャブジャブ入ってください。あの気候、うん、沖縄は暑いけどどうですか。紫外線は強いですよね、うん、強いですけど、でも住みやすいですよ、やっぱ冬とかは。うーん、ね、温度もそこまで15度ぐらい下がっても15度ぐらい、うんうんうん、だから住みやすいですね。うーん、まあ、沖縄の真冬1月とかでも本当にそうね、あったかい日は、ね、20度近くまであったりするから、う、ね、うん、結構住みやすいかなと思う、うん、自分たちでも。本当に、はい、結果じゃあ今移住4年目ですけど、はい、移住してよかったですか。移住してよかったです。はい、バはい、じゃあ最後にですね、みほちゃんからお知らせがあります。インスタやってます。やってます。ちょっと待って、しまなび1でやってますので、こちらぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今回のまとま TV を見てくれてありがとうございました。ではぜひですね、この番組良かったよという方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまた次のまとま TV でお会いしましょう。せーの、くぶりー。